世界のおとぎの国へ旅行しませんか？ロシアのとある村にご招待します。そこでは雪の敷き詰められた森を散歩して、雪だるまを作って、それ滑りをして、それから家に帰って暖炉の前で暖かくして、素晴らしい週末を過ごします。では暖かい服を着ていきましょう。ロスピクチャンネルのダリアです。今日もよろしく。私のおばあさんが住んでいる村はモスクワから170キロ離れています。渋滞がなければ車で2時間半。少し遠いですが、好きな音楽を聴きながら綺麗な真っ白の景色を眺めていられるので、あっという間に到着します。今年は雪が多くて、本当に銀世界、おとぎの国のようです。スキー板に履き替えて散策に出かけましょう。今日は本当に良い天気の日ですね。真っ白の冬で景色がとても綺麗です。雪が降りまして、とても暖かいです。私は今日スキーをしています。雪に敷かれた道を滑っています。じゃあ行きましょう。雪が好きですか？私は大好きです。あ、私たちは誰もプロではないのに、こんな美しい場所で滑るととても気分が良くなり楽しいです。アルペンスキーではなくクロスカントリースキーです。多くの学校では冬には体育の授業で履修するので、大勢のロシア人はなんとなくスキーができます。今日もスキーをやりますが、雪が多い場合はこのような広いスキーを使います。私は今日道ではなく平原を滑るつもりです。バーリンキー、暖かい靴を履いているままに、ここに靴を入れまして、はい、そのままスキーをやります。じゃあ準備ができています。行きます。時々転びますが、友達がそばにいたら起き上がるのを手伝ってくれます。手を差し伸べてくれます。だからいないと困る。
そり滑りしたくなったけど丘がないのでやめておきます。でも星草の山を見たら、雪が降ってほしいです。夢が叶います。素晴らしいですね。こちらはキツネだと思います。野生動物の足跡が雪の原にあることにも気づくでしょう。ここはキツネ。ウサギ、鹿などが多いです。これも狐の足跡ですが、どこに行くのでしょうか？村で何か餌を見つけられるかもなと期待しているかも。犬石の跡足もあります。私の親戚の一人は漁師で、このビデオをシェアしてくれました。でも誰にも会いませんでした。隙をしていて、私うるさい？冬なので鳥のために餌を見つけるのは難しいです。おばあさんは毎日鳥に餌をやってくれています。鳥はもう分かっていて慣れているので、お昼頃にこの近くで待っています。聞いてみてください。もしかしてこのうるさい歌はお腹が空いているという歌詞でしょうか？
冬には野生動物が木の皮も食べます。他に食べられるものが少ないから。私たちはその後も散策を続けました。疲れるので休憩を取りながらね。熱いお茶を持ってきていなくて残念ですが、雪からガラスを作って、さあ乾杯。スノーボードウォッカですか。雪です。でもそろそろ村に戻りましょう。今日ではこの土地にある家屋は夏のみ利用されているものがある一方、今でも一年中人が住んでいるものもあります。寒い冬でも家の中は暖かいのです。暖炉のおかげで。冬には毎日2回ずつ暖炉を炊きます。暖炉効果が一番高いのは白樺の薪です。木造の家なので温まるのが早いです。これは近代的な暖炉です。ロシア語でペチカ。以前はペチカはもっと大きくて料理を作る時にも利用されたし、寒い季節にはその上に寝ることもしましたし、その中で体を洗うことさえありました。次のビデオで詳しくお教えします。ロシアの伝統的な冬用の靴はヴァレンキと言います。今日でもそれ以上暖かい靴はありません。村に行くにはヴァレンキがないといけません。絵柄のついてあるヴァレンキもあります。七かまど、鳥、ヤグルマギク、かわいいですね。ヴァレンキが踊っていますね。ネズミが猫を、猫が犬を、犬が孫娘を、孫娘がおばあさんを、おばあさんがおじいさんを、おじいさんがカブをつかんで引っ張りました。するとカブが抜けました。このロシアの民謡はきっとご存知でしょう。暖炉が暖かいうちにヴァレンキをそばに置いて乾燥させます。素晴らしい休憩でした。さてモスクワに帰ります。この動画とチャンネルが気に入ったらぜひご登録と高評価ボタンタップをお願いします。次の動画で会いましょう。ヴァレンキ、ヴァレンキ、オフデニパチュイテスタリンキ。